G7 を名乗る連中はこれで全て倒した。残るはオーボス、パンテーラだけだね。やつら化け物は一匹残らず俺が駆逐する。要塞内の雰囲気が変わった。はは、どう思う？申し訳ございません、アキラ。どうやら通信が不安定。どうやら通信が妨害されているようだな。ここからは僕たちだけで進むしかないってことか。円形巨匠、待っていたよ、君を。貴様、天智や、お前はすでに倒したはずか。そうだ、僕はパンテーラのセブンスで複製されたコピー、巨木遠石。記憶こそ受け継いでいるが、天智庵本人じゃない。かりそめの命か。どこまでも神の定め施設理に背く背徳者め。妹を救うためならば自らが糸をセブンスまで複製し使う君と同じさ。一意先進、虚ろのような存在に身をやつそうと妹だけは守り通す。妹？そうだ、これ以上妹のパンテーラの邪魔はさせない。お前の妹だ。血こそ繋がっていないが、僕たちは同じ故郷、同じ時を過ごした兄弟。異兄弟の誓いを交わしたただ一人の家族。異変に守り、かりそめでも構わず、この命を取って。血の繋がらない妹を、今井か。偽りの命にふさわしい偽りの繋がりというわけだ。俺とミチルのつながりは、このまがいものと同じだと。ふざけるなよ、化け物が。その道具にそんな態度、貴様らは変わらない。完全世界の客外無益、この手で葬り去る。神のもとや、いや、偽りの魂が帰る場所などない。無へと来て。覚悟はいい、クリジット・ブロッサン。入りの巨像、シモン・エンマ・クネス・シュレッドストーン。終わりだ、一気に。やはりあったか。これ他の能力者が待っているんだろうね。はまさかまた貴様に会うことになろうと。手短に済ませよう、調理再開だ。一度死んでも貴様の減らず口は治らんようだ。ふざけ、今度こそその玉っころを誰とクローンで割り砕いてくる。ウフを割るように。たらす、砕き割れ。僕は僕の正しいパンテーラの敵だぞ。主人にもコールソイ君、制作者の品が知れるのに。
言わせておけ。亡者の川端には気にはならん。お前の優秀さは俺が一番よく知っている。来い、いつかすりつぶせ伸びろ。時間だ。アンミューズブーシ最終コートに。アン、ルー、トロ、カッ、逃げ惑え。サン、仕上げだ。マクネス、シュレッドストーム。同志パンテーラによって、私はまた現世へと舞い戻りました。これもまた星の導き。今再び戦いをもってあなたの命運を占いましょう。戦いの彼方に占われる趣味はない。あなたがここに来ることも星は告げていました。しかしここから先は本当にカオスが満ちている。それは星の光すら飲み込む大いなる光と闇の海を。パンテーラは言いましたが、私はこの凍ります。だから私占います。この戦いで未来へ。くだらん、貴様に光も闇もあるものか。貴様に待つのは俺が与える目だけだ。私はまたかっている終焉の時間。エンチャンドルトランス。捕らえました、星の名付けを。蹴り出す。エンマークネス、シュレッドストーム。そしてサバイブ。この口は俺のホームタウン。今からお前をノックダウン。刻んでいくな俺のリリック。ブリッドきらめくこのギミック。この鬱陶しい化け物め。キッキー、俺がモンスター。 No no 俺はダウンスター。踏むな、ライムを。黙れ。俺のお口をギブアップ。ケルドンバトルはヒートアップ。よっしゃい、引くに耐え、そうそうに片付け。バイブス上げてくぜ。よっしゃい、よっしゃい、よっしゃい、シュレッドストーム。キッアップヨーズ。
どこにいる？見つけたぞ、パンテーラ。できません。彼女はサイバーディーバの力を手に入れるための鍵。鍵だと？サイバーディーバがミチルと何の関係がある？あなたは見ませんでしたか？ミラーピースがあなたの妹と反応するところ。それはあなたには伝えましょう。私がスメラギでの諜報活動で手に入れた情報を。彼女ミチルは生まれた際とても強力なセブンスを持っていました。何？そのセブンスは強大すぎる力で生まれたばかりの彼女の。だからあなたたちの父、神園博士は娘を守るため、彼女が持つ強大なセブンス、サイバーディーバの因子を手術で取り除いたのです。摘出の代償として、彼女は声を失ってしまったようですがね。サイバーディーバが、もともとはミチルのセブンスだと。そしてどこで聞きつけたのか、サイバーディーバの力に目をつけたスメラギ上層部は摘出した因子を極秘裏にシアンという少女に移植し、その力を利用しようとしました。あとはあなたも知る通り、シアンは肉体を失いガンボルトと一つとなった。バカなことを。ミチルが能力者だと。現に私がスメラギへの潜入時に幾度となく試み失敗したサイバーディーバの分離も、妖精の真の所持者である彼女ミチルを傍らに置くだけでたやすく実現できたのです。ゆえに彼女は鍵、エデンが強大な力を得るための尊き犠牲。犠牲？説明は以上です。預けていたミラーピース、あなたを倒しここで全て取り戻しましょう。今ひとたびこの姿でリベンジだ、少年。どうだね、この溢れんばかりの愛。あの時はお見せできなかった私の愛、ちょっと感じなさい。行くぞ。化け物、語らぬ愛などありはしない。貴様ら化け物は生きているだけで最悪だが、妹に手を出した貴様の残がたとえ幾億千生まれ変わろうとすすられることはない。兄弟、その愛実に美しい。でもあなたの愛する妹はあなたの憎む容赦者、あなたの願いはその名と。能力者を守る、能力者を守る。あなたの愛は不純に満ちていると思うよ。オーバー。言葉、俺が信じるとでも。ここよ。たとえそれが真実だとしても、貴様という邪気を倒滅し、ミチルを救い出す。めくるめく愛の宴、ファンタズマゴイラ。いざ、俺の行動に揺るぎはない。惑いなさい。感じるよ、その憎悪。惑いなさい。憎しみと愛は炎は灼熱、シュレッドストーム表裏一体。鏡を挟んだ死骸とする。
生まれ変わろうとすすがれることはない。兄弟よ、惑いなさい。その愛実に美しい。ここよ。でもあなたが愛する妹はあなたが憎む脳の者、あなたの運害悪そのもの。愛だ。能力者を守る愛の宴。努力者を惑い、あなたの愛は矛盾に生きていると思うか。でも俺が信じるとでも。エンマー・クネツシュレッドストーム、感じなさい。俺の行動に揺るぎはない。道理なき愛よ。感じる。その憎しみ、私の愛が。これは感じるよ。あの奥からミチルちゃんの気配。やっぱりミラーピースがミチルちゃんと反応してるのって。やつのたわごとに耳を貸すな。今は奴を倒し、ミチルを救い出すだけだ。そうだよね。アキラ君、ミチルちゃん、無事だよね。ミチル、私のコピーを破りここまで来ましたか。その道、これで全てのミラーピースがこの場に揃いました。今証明しましょう、あなたの妹の力を。力を宿せしミラーピースよ、我が元へ。ミチル、愛する同志 G7 たちと他ならぬあなたによる運用を重ね、そしてあなたの妹ミチル、二つがあればサイバーディーバを我が身に馴染ませることができる。ミラーピースを介したサイバーディーバとの完全融合。次に出すのは理想郷。ミチルは。ドロ、大丈夫か。はっ。
闇にでもなったつもりか。ミチル、そんなバカな。クソなぜだ、なぜお前が。アケラ君、能力者とは何だ、セブンスとは何なんだ。神よ、答えてくれ。なぜそんなものがこの世界になければならないんだ。アキラ、その子ガンボルト、貴様がサイバーディーバを時に散るは死ぬことはなかった。アキラ、一体何が。神へ祈る間もなくここで死ね、ガンボルト。